情報配信アプリ神谷宗平の日々の活動をアプリ「カグラというアプリで配信をしておりますのでぜひ皆さんダウンロードして情報をとってくださいそちらの方は毎日無料で配信しています また音声メールマがデイリー神谷というものも365日配信しておりますのでそちらの方は神谷宗平のホームページから詳細を調べていただいて情報をとっていただければと思います SNS の配信だけではなくもう少し私の思いですとか日々の活動それから参政との活動ですねそういったことについての配信を毎日行っておりますぜひそうしたツールを使って神谷宗平の活動を応援してください c j s 動の皆様、こんにちは。亀井宗平です。本日も国の守りを考えるお送りしていきたいと思います。講師は坂東太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、えーはい、前回はですね、台湾有事を起きて、自、え、民、ー、解放軍がどんな戦い方だったらできる、と、はい、いうか、まあ、やってきそうかと、ね、はい、のことお聞きしたんですけども、それをどうやって防ぐかがい題ですね。そうですね、今日のテーマですね。はい、えー。で、一番最初にやるのはおそらく、まあ、あのドローンにしても何にしても、監視されてるとなかなか難しいので、はい 衛星を潰すんではないかなと思うんですけども、うんはい、衛星ってどうやって相手を潰せるか,かあ。あ、衛星を潰す、うん、そう、相手の衛星を無力化させる。どうやってやったらいいですか でも、やっぱりミサイル打ち込むんじゃないですか。衛星にこれね、あの、実はアメリカで実験したやつがあって。はいはい、普通の戦闘機でも、思いっきり上まで行って、ミサイル飛ばすと、衛星には届くらしいんですよ。うん、でもそ、それ以外にも、潰し方、衛星を無力化する方法がいくつか。はい、どうやってるやると思います。他の衛星をぶつけるとか。<laughs> そう、それも一つ。うん、あの、ここにね、これあるんですけども。はい まず潰す対象としてはね、あの、一番最初に言った即位衛星であるとか、うん、GPS とかですね、うん、あと早期警戒衛星、それから通信衛星、はい、それから画像収集衛星、この4つが主な,、はい、主な攻撃目標になるわけですね。なるほど。これ4種類あるんですね。うん、はい。で、えー、潰すたあの、潰し方。一つは、ま、ここに、これはあの、朝日新聞さんかなうん。に載ってたやつなんですけども、 えー、マイクロウェーブ、電磁波みたいなのを出して、いはいえー、相手を狂わせる。それから妨害電波を出して、地上との,あの連絡を取れなくする。そ、うん、からレーザーピーッと打ってね、うんうん、今レーザー随分開発されてますので、できるわけですね。あと これちょっと原始的って言えば、あれですけど、化学剤スプレー。要するに、あの、カメラなんか、こっち、こっちとか下見ないように、あの、ブシューってやって、カメラ潰すとか。めらまし。めくらまし。あとは、さっき、たカ神谷さんが言ったタイヤだり。り。うん。あとは、ロボットアームで、こういう作業用のアームでガチョンとこうやってぶつけるとか、こういう方法があるみたいなんですよ。なるほど。もうミサイルとかじゃないんですね。もっと、はい。簡易にやると。うん。ただし、これをやった場合に、例えば、破片が飛び散りますよね。 こここのの破片っていうのはここで考えたたららバーンっだから破片いろんなとこ飛ぶわけですよねそうするとこれとこれのぶつかり合いだけじゃなくてこっから飛んでった破片とかこいつぶつけられたやつがボコンっていった後にこっちのやつにもしかしたらぶつかる可能性があったりとかそのぶつかる先のやつがちっちゃい衛星ならいいけども宇宙ステーションぐらいのやつ結構あるんでそれにぶつかったらどうなるかとかですね。 あと、衛星と衛星が喧嘩することによってこっちがやるだけじゃなくて今度こっちからも来ますよね、うん、そういうになったらどうなるのかっていうのはこれ今まであんまりそういう状況が発生してないのでちょっと私たちが考えられないようなことが発生するかもしれないですそねだから戦争は上陸戦から始まるんじゃなくて今は宇宙戦争から最初に始まるるんですよ、うんうん、なるほど、うん、だから自衛隊も宇宙部隊作ったわけですねそうなんですね。うん でそれの他にあとはあのどんなひどいことをやってもお前たちは孤立してて誰も同情してくれないぞっていう心理的圧迫を与えるためには、うん、ケーブルを、うん、海底ケーブルを切らなきゃいけない。うんはい、で、えー、私たちのネットのやり取りっていうのはほとんど99%近い割合で海底ケーブルでやってるんですよ。うん、上をを通ししててててこうやっっっ送るるるほとととんどなないいらしいですね、はいうん、で海底ケーブルを切るとなると どこで切られるかっていうのは当然これは、えー、台湾と日本側を結ぶ、うん、しかも中国がよく出入りできる、はい、あそこら辺とかやりそうですよね。うん、具体的に言うと宮古島と沖縄本島の間、はい、よく通って太平洋側出てますけどもあそこら辺で 切られる可能性がありますよね。うん、そういったことも考えなきゃいけない。いうかこの両ねとかね、このクーがよくあそこ通ったりとかしてますけど、ウクライナで出しうん、そう元々ウクライナで作ったやつを改造して両ねで二番目、今三番目まで今もできてますんでね。でこれがあのまず GPS 切られた場合どういうふうになるか。うん。 これを想像しておかないと、はい、みんなただ、あれなんか今日 GPS 調子悪いよなって、まあいいっか、みたいな感じになっちゃうんだけども、それがもしかすると台湾侵攻の合図かもしれないわけですよ。そういう風になった場合、はい、皆さんこれ気がついたら、あのー、次に何をし,てしたらいいのか、うん、まだこれあの今までこういう状況がないから私も正確なところは言えないけども、みんなそれぞれで考えてください。例えば、屋内にいる時ですね。 部屋の中にいる時に GPS が切れたら一つこれですよね、はいえー、一部の見,見守りアプリが使用できなくなりますよね。うん、神谷さん例えばお子さんが通学途中で、うんえー、なんか危ない目に遭ってないかとかって見守りアプリってここ見てますかいは 言いななんで。平和ですもんね。平和ですもんね。平和で東京なんかだと、子供が帰ってくるのを遅れたりとかすると、お母さん心配になりますしね。今、変態とか普通にいっぱいいますからね。多様性とかやって、変態がそこら辺歩いててもね、これ多様性ですから。あんまり言うとやばくなっちゃうから言わない多様性とは言わないと思うんですよね。捕まるまでは多様性なんですよ。変態も。捕まるまでは。だから怖いんですよ。それが心配だから、見守りアプリって見てて、あの、 で今うちの息子,息子娘はどこにいるのかなとかって見てああ今ここち,ちゃんとこう帰る道だなとかね、うん、ここで今なんか止まってこうずっと泊まってるけどもああそこの店でまた立ち食いしてんのかなとかね、うん、とんでもないとこに行っちゃうとあれどっか連れてかれてんじゃないのかなと、はい、これが見えなくなるそうなったらもしかするとこれは、えー、衛星がやられてる可能性があると、はいうん、それと、えー、海底ケープル着られた場合には 国際電話が普通になります、はい、ただ、自宅から国際電話かける人ってそんなにないんで、うん、これはちょっと気がつかないかもしれない。うん、でも、気がつきやすいのは、ネット、うん、ネットで海外情報を英語で見たりとか、はい、今、自動翻訳もできますから、見てますよね。それがつながんなくなるわけですよ。で、アメリカの、ね、情報がつながらない、eBay でなんか買おうかなと思って、見てたら、つながんなくなっちゃう。うん、これは何かあったかなっていうふうに考えていただきたいし、あと、国際的な取り引が、はい、あが止まりますもんでね。うん だからあの、取、え、引、ー、が止まると、両替できなくなりますね。うん、ドルいっぱい持ってるから、そろそろ円にしようかなと思ったわけど、はい、も、銀行に行ったけども、今ちょっと中止になってますっていうふうになりますから。うん、あとは、えー、交通関連ニュースが入ってきます。な、はいうんでかっていうと、上で GPS 衛星を切れば、敵も味方もあのて、敵が自分たちの状況、 こっちの状況も把握できなくなるから、そこから潰すわけですから、そうすると GPS やられるとうちらほとんど GPS 使ってますので、GPS 切れたら大変ですよね、そうすると渋滞が発生したりとかですね、なんで発生するかってまた次やりますけども、そういうような交通での交通関連のニュースがいろいろ入ってくるようになります。それと、国内の一部地域と連絡が取れなくなります、これは帰り警部切られると。ですけども 海底ケーブルって、あの、日本も、例えば、極端な話、えー、沖縄と北海道、うん、今ネットでも繋がりますけど、はい、これ海底ケーブルの部分がかなりあるんですよ。うん、地上局全部ではないんで、うん、同じ日本の中でも海底ケーブルにつ繋がっているところがありますから、うん、それが見えなくなったら、そういうことがあるかもしれない。はい、で、心配なのは J アラート。 なるのかなって心配になりますけども、うんうん、J アラートとか、あと緊急避難通報、こういったものは、エリアの、はい、そこのエリアにいる人たちに、ここの発信局から強制的に受信させる形なんで、これはネット関係ないんです。うん、だから J アラートとかはなりますけども、うん、J アラートもなった時はすでに、今までの状況から考えると、うん、もうあのミサイルが発射されましたって言ってる時はにはるか向こうに着弾してますよね。うんうん だから J アラートを聞けるからといって安心は、うん、できない。ないはい、うん。で、問題は、これあの気をつけていただきたいのは、運転中です。はい、運転中に、えー、GPS がわからなくなったら。うん、GPS つけてます、つけてますね。あれ、切れたらどうなりますいや、だから。 いいね、自分の位置が分かんないから、どっち行っていいか分かんなくなりますよね。うん、で昔は結構その標識で行ってたじゃないですか、うんね。でも今もう最近標識じゃなくて、ナビで行くから、分かんなくなりますよね。私、うんうん、はね、GPS 使ってないんですよ。いつも、はい、あのカーナビじゃなくてカンナビで走ってるんで。はいはいはい。ナビ、はい、<laughs> あの。太陽の位置と時計の時刻見て、うん、あこっちが北だなって大体分かるんで。はいうんうん あの、川越えるとこだけね、橋はこっちとこっちにしかないから、うん、その方向に行っても川越えられないから、そこの橋だけ気をつけておけば、大体、うん、目的地に着くんですよ。はいはい、ただ、GPS を普段から使ってる人だと、うん 例えば東京から実家に帰るなんていうのは何回も通ってるはずなの心配になるらしいですよね。なりますかかもうれちゃってるらそういった能力が言葉悪いですけどうちら能力が退化してる部分が GPS に頼っちゃってそれが切れるとどうなるかって話ですねまず一つは現在地分からなくなりますよねそうすると自分が立ってる位置が分からないところか向いてる方向が分からないそうすると約束の場所にも行けない。 車で運転してるときにあの、特に心配なのは、高速道路で分かんなくなったときに、はい、あれ、なんか調子悪いなってこうやってやってたら危ないじゃないですか。うん、そういうときには、うん、まあ,あの、有事が発生したものと思って、はいうん、一旦あの、下に降りていただく、その決断が私は必要だなと思うんですよね。はいうん うん、それと、躊躇したりとかね、分岐点の中で降りるとこで、ああ、もうちょっと行こうかなとかって、はい、ああ、でもここどこだろうなってやってると、危ないので、一旦降りてもらうと。そういうところとかですね。これから、そういうのが発生するので、 そういうのを今のうちにシミュレーションしておかないと、ちょっと危険な目に遭うんじゃないかな。そういう意識はちょっとなかったですね。ちょっとね、これあの長くなるんで、またじゃ次回に来わかりました。はい、でもこれすごく大事で、はい、もしこういう話聞いておくと、GPS とかが急に行かなくなった時に、はい、ひょっとしてと思うけど、うん、こういう話がないと、 またなんか不具合だなぐらいにしか思わないですもんね。うん、思わないですからね。だからでもそれが戦争の始まりかもしれないです。そう。だからね、まあ全部が全部とは言わないですけど、うん、そういうことがあり得るんだということをね、はい、影響してもらえてよかったかなというふうに思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。